地方病予防撲滅を有病地の住民に直接呼びかける天野久志。1955年頃天野久志は日本の政治家。衆議院議員、高専第2代山梨県知事、現在の山梨県甲州市縁山下尾沿の出身。成果は江戸時代には村役人を務める。高等小学校卒業後に上京し、 完備の定進講習所入学を望むが果たせずに帰郷し、1911年に下園で声友会第二子でもある田辺76の経営する田辺酒造店に奉公する。後に北鶴郡笹子村で笹市酒造を創業し、山梨県酒類販売連合会会長などを務める。また、笹子郵便局長を兼ねていた。 1946年12月には、戦後初めての第22回衆議院議員総選挙が行われるが、第22回総選挙では前回当選した、大義士の内井前晋三、高野孫子座右衛門らは戦争協力を理由に出馬を、辞退し、新歩党総務の田辺76と旧民政党系で、富士山独電機鉄道社長の堀内和夫が、公職追放のため出馬が不可能となっていた。 こうした状況の中で、田辺は無産勢力の進出に対抗するため候補者の擁立をはじめ、軍内代表で大月郵便局長の志村新羅に押された天野が候補者に擁立された。天野は政治経歴皆無であったが、日本新保党から立候補し、第22回総選挙で新保党は天野を含め4人を公認し、日本自由党や社会党、共産党、 無所属など32人の候補が乱立するが、4月10日の投票で、天野は、社会党の平野力蔵に次ぐ2位で当選した。以来連続3期当選を重ねる。この間に、足田内閣で建設政務次官を務めた。1951年4月の統一地方選挙における第2回山梨県知事選挙を控えた、県内では、現職の吉江克康の対抗馬を探し、 民主党県議会議員の星野茂恵、社会党議員の丸山三郎、労働組合幹部の竹中栄太郎らは天野に対して出馬を打診を受けし、同年3月12日には県政刷新連盟が結成される。当時、中央政界では1950年6月の朝鮮、戦争勃発後、民主党は民主党の第二次、吉田内閣への連立をめぐり党内が分裂しており、 連立派に属していた天野はこの時点で、捕獲連合による知事選出馬を留保していたが、同3月16日に出馬を決定する。天野の出馬により、民主党県議団は分裂し、民主自由党、民主党の一部は吉江を支持し、社会民主党の平野力蔵や松沢はじめらと、反共民主連盟を結成し、知事選は、刷新連帯反共民主連盟の対立構図となった。 1951年4月に実施された第2回、山梨知事選において、天野は県政民主化を主張して22万1509票を獲得し、吉江を5万票差で破って初当選し初の県人知事となる。また、同時に行われた山梨県議会選挙で民主党9人、社会党5人、山梨県教職員組合推薦議員5人、無所属5人の24人で、 県議会の与党、新政会を結成し、吉江派の野党、政和会と対峙した。四期十六年務めた。天野は当選後に人事の刷新を行い、副知事には財界人の小林中良らが推す、郵政省官易保健局長、金丸徳重を抜擢した。1955年の二戦目では、社会党陣営が副知事の金丸徳重、 前代騎士の小林新一の候補者一本化に手間取り、天野が圧勝する。九百五十九年の3戦目では、保守陣営の刃天野派が、山梨日日新聞社社長の野口次郎の擁立を、試みるが失敗し、小林新一が対抗馬として立候補した。九百六十三年の四戦目では天野派であった、山梨県農協中央会長の星野茂津が、 立候補を表明したことにより、保守陣営が分裂するが、社会党陣営が独自候補として、金丸徳重を擁立したため半阿の派は、共倒れとなり、過労死で当選を果たした。1967年の知事選では小決目を目指したが、国政から転身した田辺邦夫に敗れた。1968年2月15日に死去した。去年76。 天野県政では、県主導で総合開発計画を策定し、産業振興や審査佐護トンネル、野呂川林道の開発、富士山有料道路などの建設など交通、通信整備や富士北陸開発、観光業の振興などを行った。一方で、天野県政期に山梨県財政は悪化し、1956年4月には山梨県に、 地方財政再建促進特別措置法が適用されるに至り、財政再建に尽力した。また、天野県世紀には台風被害など自然災害にも見舞われ、北富士演習場問題も顕在化した。1950年には国土総合開発法が制定され、全国で電源開発を主体とする地域開発計画が策定される。山梨県でも同年に、 山梨県総合開発審議会条例を制定し、富士山麓や富士川、桂川地区において総合開発計画が策定され、野呂川総合開発、新笹子トンネルの開発が定められた。日本経済が高度経済成長期に突入すると、1962年には全国総合開発計画が制定される。これは日本列島の工業地帯が太平洋、 ベルト地帯に集中している実情に対して、地域間の格差を解消し、均衡的発展を目標としたもので、1969年には、さらに第二次全国総合開発計画が定められる。山梨県においても、これを受けて、長期総合開発計画が策定され、天野県世紀の1964年には、県政振興基本計画が定められ、 天野県政以降の田辺県政期の1968年に長期開発計画、1976年には長期総合開発計画が定められ継承される。天野は1961年3月に産業振興基本計画を策定し、10か年を目途に産業振興による県民所得の倍増を目指した。天野は山梨県が東京の隣接県でありながらも、 県民の農業への過剰就業と工業部門の発展途上など山梨県の産業構造を指摘し農業の経営改善と工場誘致の必要性を論じている。さらに道路、鉄道の交通機関や電話など通信網が未整備であることも指摘し富士北陸の観光開発の構想なども示されている。さらに1964年9月には 県政振興基本計画を策定し、同年1月の山梨県総合開発審議会において、天野は中央自動車道、東京富士吉田市間の着工決定や国鉄、中央線の電化、複線化による山梨県をめぐる輸送網の整備を後期とし、農業の近代化、中軸残業として、工業、観光業の振興を重要課題とし、福祉の向上なども掲げた。 天野県政の産業振興基本計画は、総合、農林、商工、観光、交通、地産地水、都市計画の七部会で構成され、地方庁が最初に取り組んだ長期計画として、画期的なものであるとする一方で、計画は基本的な構想をまとめたものであり、部門によっては計画のみで終わり、財源や年次計画、 地域計画も欠如し実効性に乏しいとする評価もある。ヤシア人峠と白鵬三山西山ダム、野呂川は早川の支流で現在の南アルプス市ヤシヤスを南流し早川と交流する。南アルプス市域である釜無川右岸一帯は釜無川に近接する東部の低地は水害の被害が受けやすく西部の山地から大地にかけては河川が流れず ゲ七号と呼ばれる乾燥地帯であった。江戸時代には、ヤ社神峠に水道を通し、野呂川の水を通す計画は、実現不可能なことの代名詞として、野呂川話と呼ばれた。また現実には、仮に、この計画が実行された場合、盆地底部の釜梨川右岸地域においては、浸水の危険性があることから、損濁間の利害の不一致が存在した。天野は、 知事就任直後に、まず総合開発計画の一環として、野呂川総合開発を推進する。野呂川総合開発は、八社人峠に林道を通し、野呂川奥地の林産資源輸出の促進と、さらに、早川流域に複数の水力発電所を建設し、双方の収益をもって、現七号地域に上水道を敷設し、盆地底部においては土地改良を実施する計画であった。 これに対しては、関係町村で賛否両論があり、白根町の原7号地域では、計画に賛成する陳情が出される一方で、盆地底部の町村では、ヤ社神人峠のトンネルが将来的に飲水に利用されることを懸念し、反対を陳情した。天野は計画の推進を表明し、 1952年7月には1148メートルのヤシャカミトンネルが着工され、1955年に開通する。一方、野呂川林道は延長25キロメートルの林道で、1962年10月に完成した電力事業は、1953年に山梨県営西山発電所が着工し、1957年3月に、 完成した同年9月には、奈良田第一発電所、奈良田第二発電所が着工し、両発電所は1959年の台風7号、台風15号及び、同時期に発生した赤石山脈を震源とする、地震の影響を受け完成が遅れたが、1961年に完成したさらに、1963年には、野呂川発電所も完成し、4つの発電所は、 早川渓谷沿いの電源開発道路により、野呂川林道と接続された。一方、原7号に対する上水道建設は、地域住民との交渉をめぐって難航し、アマノは原7号に野呂川の水利権を放棄させる、代償として、早川水系の発電所の収益をもって、上水道建設費を負担する構想を抱いていた。上水道建設費は、山梨県と東京電力、 日本系金属の3社が1、2、1の割合で負担する案が提示されたが、これに対して東京電力が難色を示した。東京電力は西山発電所建設最中に上水道の建設費を負担する代償に、奈良田第一、第二発電所と野呂川発電所の建設と西山発電所の売電買い取り、単価の引き下げを要求した。天野はこれに対して強い姿勢で臨み、 右与曲折の末に、県営発電が認可され、上水道の財源問題は決着した。現在、南アルプス市イ野ノの白根桃源美術館には、天水沿い7号と刻まれた上水道建設費が存在する。財政再建と自然災害、編集一方で、天の県世紀には財政赤字が拡大し、1955年には、 累積赤字が8億円を超える状態となった。このため、1956年4月には、山梨県と甲府市をはじめとする五市六町村に、地方財政再建促進特別措置法が適用され、財政再建団体となる。天野県政では、行政機構の改革や、恩主林特別会計から、一般会計への繰り越しなどを行い、財政再建を果たした。また、 1959年の台風7号、台風15号による被害は、1907年に発生した明治40年の大水害に次ぐ激甚災害となった。また、1966年の台風26号も山梨県内に大きな被害を出した。天野は日本国政府に対して災害復旧の助成を求め、昭和34年度には、 特例法により国庫負担が認められた。北富士演習場問題の顕在化、編集また、天野県世紀には、北富士演習場問題が、顕在化する。北富士演習場は、富士山北六の現在の富士吉田市から、南鶴郡山中古村にかけて存在し、江戸時代に、周辺村落の入会地だった土地が、近代に、皇室寮としてのご料理を経て、明治末年に、 恩師林として山梨県有財産となった。1936年には大日本帝国陸軍が、利家元周辺の山梨県、有地や民有地を買収して演習場を形成し、この時には地元住民の下草や場糞、廃団採取の立ち入りを認めていた。戦後には1945年10月にアメリカ軍が演習場を接収し、1950年2月には、 旧陸軍理系現象者にキャンプマックネアを設置し、周辺を立ち入り禁止措置とした。また、これに伴い基地周辺の風紀問題や地域児童への影響も顕在化した。北富士演習場問題の発生により、梨しが現地区では欧州の村しのぶ入会組合が、アメリカ軍による入会観光の阻害に対する保障を要求し、天野は1951年の第二回知事選に、際して、 組合の要望を支持して、恩賜払い下げの促進を語っている。日本では、1950年から1953年の朝鮮戦争後も、冷戦による軍事的緊張が持続したため、日本の在日米軍基地は、拡大を続けた。1951年に、北富士演習場は小人湖、本ト湖近辺までを含む B 地区にまで拡大され、 船津口登山道が閉鎖される。これを契機に、山梨県では反対運動が加熱し、デモ隊と警官隊の衝突による検挙者や死亡者も出る事態に発展した。さらに、於市の村忍ぶぐさ入会組合と富士吉田市外に、河村恩市県有財産保護組合との利害の衝突など、組合同士の対立も発生した。1955年3月27日には、 北富士演習場 B 地区返還規制同盟が結成され、天野は会長に就任した。1956年3月にはキャンプマックネアのアメリカ海兵隊が沖縄県に移駐し、1958年6月20日には A 地区の一部 B 地区の大部分が山梨県に返還された。防衛庁はアメリカ軍移駐後に自衛隊の演習場に使用転換するために、 山梨県と協議し、1959年2月には、天野が立ち会い、防衛庁幹部から、富士吉田市とニカ村の市長に自衛隊駐屯、演習場の使用条件が伝達された。アメリカ軍の移住、自衛隊への使用転換により、演習場問題は縮小するが、その後も日本国政府、防衛庁と組合間の返還交渉は続き、 天野は1961年9月の防衛庁長官覚書において入会観光の尊重が提示されるとこれに異議を唱え当初の入会観光を講演する立場から否定する姿勢に変化し1963年6月25日の山梨県議会では県有林野の入会権を否定する宣言を発するに至ったこの頃天野県政の進める長期総合開発では 野呂川総合開発事業が完了しており、次の計画を富士北陸総合開発に定めていた。このため、天野の姿勢変化の背景には、入会観光要人が富士北陸開発に与える重大な障害を懸念していたことが指摘される。天野の姿勢変化に対して、組合では大同団結を呼びかけ、1964年10月13日には、 北富士演習場林野関係権利者協議会が発足した。権利協は政府、防衛庁と入会観光の容認を条件に演習場の使用転換を認める合意に至り、1965年10月には覚書が調印されるが、これは山梨県による反対で流れる。1965年11月に天野は防衛庁長官と会談し、 林雑保障以外の民生施策は山梨県と協議して行う点で合意した。同年7月には防衛施設周辺の整備等に関する法律が施行されるが、天野はそれに合わせて総額169億円規模の周辺整備事業計画総括表を日本国政府へ提出した。1967年に1月には山梨県知事選挙が実施されるが、県理協は 天野の対抗馬として、田辺国を擁立し、天野は落選した。北富士演習場問題は、次の田辺建成期にも持ち越された。ありがとうございます。